韓国の女装 YouTuber カガンが性配信中に開春しようとした男に暴行される事件が発生し、警察が捜査に乗り出した。カガンは憂慮が現実になった。物議となったコンテンツは暫定中断すると明らかにした。彼は25日、自身の YouTube コミュニティを通して、物議を醸した放送に関し安全なコンテンツをお届けできるようにしたいと伝え、暴力事件の被害者の立場は置いておいて、衝撃的な映像で驚かせてしまい申し訳ないと謝罪した。続けて今回の事件への意見は謙虚に受け入れたいとし、自らまな板の鯉となり、滅多切りにされ、視聴者の方々は変わらず見に来る貴族であり、私はピエロで紋付け芸人だと思うと心境を伝え、YouTube 活動を徐々に減らしていくことも発表した。これを前に23日、京畿湖安警察署は、女装男子 YouTuber を暴行した40代の男 A を追っていると明らかにした。A は22日午前0時10分頃、同 YouTuber が住む公用市のマンションに入っていき、YouTuber を暴行した容疑を持たれている。警察は通報を受けて出動したが、A はすでに逃げた後だった。警察の調査の結果、A は同 YouTuber が女装して女性のふりをし、チャットアプリを通じて性売買をするかのように自宅に呼んだが、男だったという点に激怒し反抗したことが確認された。A が同 YouTuber を暴行した当時、視聴者1万人余りが該当放送をリアルタイムで視聴していたと伝えられた。ネイバーウェブトゥーンの新作イメマンリャン、日本の漫画チェンソーマンに酷似との指摘が相次ぎ連載中断。モモランドの妹分ラピルス、全メンバー公開。6月20日デビュー。Mネットガールズプラネット999、少女祭典に出演した野中シャナラが所属。女装 YouTuber のカガン、性配信中に殴られる騒動。売春チャットアプリで出会った男性を騙して自宅に呼んだ。その男性がカガンが男であることがわかると暴行に及んだ。カガンは全治2週間の怪我を負った。警察が調査中。